際に到着しました、うん、おなじみの のびさん海外おなじみののびさんなおさんホーム化してますね。ホーム化してます。じゃあ今回タイの目的は、タイ初めて来たの。初めてなんすか、うん、タイは狙ってたんですか。いや、フェスが2つも友達連れていて1回はい一度来てみたかった。なんか聞くところによると水かけ祭りという、それあんまりかけられたとは思わないせっかくの、のびさんどんなフェスなんですか。ちょっと簡単に。いや、あのこの時期がちょうど、はい、あのタイの一番のお祭りの時期で、はい、それがその水をかけるっていうお祭りで、はい、街中も結構みんなウォーターガンみたいなのを持って子供たちから無邪気に水をかけられまくるみたいなことが起きるんで怒っちゃいけないみたいな。なるほど。あ、普通に街歩いても水かけられるんですか。普通に水かけられる。じゃあそういうシーズンなんですね。そういうシーズンです。あのフェスのためだけじゃなくて、うん、そういうシーズン。いや、俺もいろんな人にかけていいんですか。大丈夫だ。そんなこと言ってて怒られたりした。先に断ってもらえと。今回みんな水かけ合いしていいということで。のびさんはもうタイ何回か来てるんですよね。はい、来てます。じゃあちょっとタイの魅力をちょっと。タイの魅力一番いいと思いますよ、タイ。なんですか。あの発展してる、はい、とにかくあのエンターテインメントもそうなんですけど、はい、あの街も今すごい勢いで発展してってるので、はい、もっと良くなると思うんですけど、今バンコクっていうプロジェクトがあって2024年に感じるんですよ。もう今、全部壊して中にそのエリアの中に全てのエンターテインメントとか、はい、全て の, あの、ま、場所とかそういうのも住む全部その中に入れてしまって、へそれはあのチャンビアっていうあのビール会社がスポンサーになって全部やってる。へぇー、もう一大プロジェクトなんですけど、それはもっとすごいことが起きて、物価も安いし僕たちにとってちょっといいっすね。タイムじゃあ何しろニヤニヤし支持者ちょっと返事が遅いはずなのに、タイに来てみたって言ってローリングやるのちゃう返事変身早い。本当だ。変身遅い。トラビス、ね。そうです、そうです、ね。トラビススコット。ありますね。わあ。じゃ今回もフェス祭りということで、そうですね、タイの Vlog をお届けします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。これナオさん。今日もめちゃくちゃいいホテルなんじゃないですか。いやー、部屋びっくりするよ。マジっすか。めっちゃいいよ。よっしゃ。バニャバニャ。勝手に見させてもらいます。恒例の海外の会長の部屋ツアー、普通じゃありません。ちょっと広いな。ちょっとずけずけと見させていただきましょう。最高ですね。わ、大きいバスタブだな。なんだこれ、どこで体洗うんだ。こっちか。素晴らしいですね。ここが書籍みたいな、はい、すごいね。ミニバーですか。ミニバーですね。いいですね。あ、ここでお酒飲めるじゃないですか。こうちゃんと バルコニーまでついて、ロイヤルオーシャン初日の晩ご飯ですね。何屋さんですか。あのタイ料理の、タイ料理、はい、ミシュラン、はい、ミシュラン、はい、ミシュラン、あ、ミシュランなんですか、ここ、はいはい、はい、あ、わかりました。どういう…何やってんだよ。何で、何が楽しいですか。縦にやってみて、縦に。何がいいですか。それを縦にそのまま水の中でピョンって入れてみて。
何やねん。ひどいね。この中にいるの？この、こちらです。くだらないですね。タイのおすすめのお酒らしいです。何酒かちょっとよくわからないですけど、だってチキンですね。美味しいですね。美味しそう。タイに来て1食目のお食事、せっかくなんでね、タイ料理を食べに来ております。いただきます。うん、口の中に広がる酸味と赤ワインがすごいマッチして、チョキ、いただきます。大丈夫、ガン無視でした。チキチキラビです。食レポしてました。ウニ溜まってくんだ、すげえ。本当だ、上がっててる、上がってる。トムヤンくんだ。トミさん。と食べ、取って食べるみたいです。あた。お。食べちゃいそうだ。取って食べる。あ、そういうこと。うわ。うまそう。すごいな、俺。これが本当のトムヤムくんですね。ね、うん、辛い。あ、辛い。これ何ですか？辛い。薬味的な。これすごいんじゃない？レモングラス。本当だ。好き好き。好きですか、トムヤムくん？うん。お辛っ。おお、ハイパーホットですね。これハイパーホットだね。ハイパーホットだね。じゃあ、また今日も遅いので明日は一日よろしくお願いします。はい、よろしく。また明日。よし、おやすみなさい。よし、2日目の夜です、はい、だいぶ今日眠りましたね、会長。だって朝までほぼ逆に寝れなかったからね。ということで今から、はい、シアムソンクラインへ、はい、向かうということで、はい、水かけフェスられたくない。あのちょっともう街の人見たら水鉄砲持ってるんですよね。で俺さっき知らない人にかけられたんです。マジで。おい、ちょっと怒りそうな。もうこれからそれが始まるという。いいよ、だから多分水かけられても怒っちゃいけないんですか、会長。分かってる。かけられないようなところに逃げるしかないです。すごいかけられました。イエス。皆さん、そのとんでもない席を用意しているという情報をいただいたんですけど、あの素晴らしいよ。待っておりますんで。僕立ち上げですか今回。いや、まあなんか今日は友達、タイのこっちの友達チームが、はい、まあみんなあの仲間とかを連れて遊びに来てくれるみたいで、まあみんなでガッチャンとして合流してワイワイできればなと思ってます。それ会長も知ってる友達ですか？俺知らない。俺正月来なかったじゃん。ああ、
そっか、僕だけ来て来させてもらって、まあ、そこで知り合った仲間たちと、あ、そうなんだ、取り合って。会長年末来る予定でしょうね。前日までね。今ゲートのあたりですね。シアムソンクラン。いや、さっき、あの、さっきこっち。あら、オクタゴンぶりじゃないですか。オクタゴンだと思ってた。はい。サブゼロです。松浦ですね。これが俺の仕事です。酔っ払ってるけど、はい、気にかけるのがなかったわ。まあ、飲んじゃ流行んねん。飲んでしょ、飲んじゃないです。すごいかけました。イエス、飲んじゃない、飲んじゃない、飲んじゃない。いや、最高です。めちゃくちゃ最高のところに連れてってくれてありがとうございます。本当に
でしたね。いや今日もあれね、あれ新作なんだよ。今日も新作で、あの僕が水の人に濡らしちゃってくださいって言っちゃいました。メインのハードウェア、会長と一緒に行くこのフェスティバルではハードウェア初めてじゃないですか。僕 YouTube でも初めてだと思います。昔よく会ってた。で、一時ツアー辛いからやめたいって、やめて、はい、3年ぐらいかな、やめてて、こないだ売れてなくてな、なんかで復活したんだよね。その時行けなかったから、あ、また呼ばれる可能性があります。俺別にさ、はい、出たがるって言ってんじゃないからね。来いって言うから、来いって言うから上がって、あんまり目立っちゃ悪いなと思うから、はい、さっき言ってる。しかもタイミングがなんかいつも悪いことに、会長がね、お酒で酔ってる時っていうね。社長さん、社長さん、社長さん。